そうです。自分の目標は試合に出場することだったんですけど、その目標は達成できなかったんで、来年こそは達成できるように頑張ってはい。で初めてやはり今年1年目ということでトップチームに加われていろんな経験されたと思うんですけども、ご自身の感想として何か持たれてますでしょうか。そうですね。ユースの時とは違って、その早い状況判断が求められるので、今ではそこは結構改善できているので、これからにつなげていきたいと思います。はい。で、まあ、今日もたくさんのファンの方々が来られていらっしゃると思うんですけども、はい、やはりファンの方々へ一言いただけますでしょうか。そうですね。来年はベルギーの力になれるように頑張ります。今後もよろしくお願いします。はい。